吉本坂46のセカンドシングル、今夜は A&のミュージックビデオが4月17日公開された。映像では、選抜メンバーでお笑いコンビ、般若の金田明、33が女装姿を披露しており、話題を集めている。公開されたミュージックビデオで、金田は黒髪のショートカットにメイクを施し、深いスリットの入ったチャイナ服で登場。オフィシャルサイトによると、女優のような美貌を持つ魔性の女と紹介されており、舞台となっている店のウェイトレスでありオーナーの娘を演じているという。同グループの選抜メンバーでメガボルトに出演している江原正宏36はツイッターで、いや、般若金田綺麗すぎるやろというコメントとともに金田の女装姿のアップ写真を投稿。またインスタグラムには金田の全身姿を投稿し、ハッシュタグで金田がガチで綺麗すぎてかっこいいとコメントしている。あまりの金田の美しさにネットでは、金田さんの美しさに目がいって他の方と歌に集中できないのが正直なところというコメントや、金田さん、もともと綺麗なお顔立ちだし、女装の美しさが想像できるけど、ここまで綺麗とは、金田の女装前から可愛いと思ってたけど、クオリティ半端ないただの美女と想像以上のクオリティに、驚く声が殺到している。